ボンジョルノー、あっちゃんです。今日のあっちゃんのソーレータイムは、ソーレータイムじゃ寝ぼけてるな。今日は何、12月21日木曜日、あっちゃんのソーレータイムちょっとね、ちょっとね、いろいろしようかなと思ってねんけどね。いただきます。まあ、朝からね、ちょっとその動画を撮ったりね、いろいろしてようかなと思ってねんけど、まあ、要は何でもいい、はい、やります。じゃあ血圧、もうちょっといろいろと心配忘れる。今日雪降っててね、ちょっと積もってたよ、朝から。なんか寒い。雪積もったら雪発生しやな。雪発生ね。寒い日は部屋でゆっくりや。136の70。寒いけど血圧が落ち着いてる。なんか比較怪しげなドリンクを作ってる。梅のホット梅を作ってる。飲むとか言う。飲む。136の70。比較が。あれしようか。出てきとんねんけどね。なんだ。龍が如く7の続きを打つ。最新、3点通りしちゃう。龍が如く7の、外伝の完全クリア。目指そうかな。龍が如く7の完全クリアもしてない。絵頭で、それを、さっき総理行こうか。ヒカルのやつ作った怪しいドリンクものみたいねんけど。湯頭3時半ってね。ハサミどこ行ってん？食べた。あれ？ハサミあらへん。食べたわ。いや食べたちゃうわ。ハサミどこ行っちゃったやんか。これはまずいぞ。ほら、どこ行ったやろ。ハサミがまずかった。ハサミがなかったら。猫にハサミが欲しい。結構長くで切りたいからね。おりゃおりゃおりゃ、どこ行ったんやろ。そっちかな。これ切りたいね。プレマリンを切りたいんだけど、ニッパーでいくか。あれハサミなかった、切れへんじゃないのよ。なんで武漢やね。前はちょっと、まあ今急ね、いきなりいるから。
そうかい。よいしょ。ああ、ちぎれた。顔がね、プリプリーンってなってない。わからへん。触ってすぐわかんねえ、うん、顔に水分ないよ。株に水分入れていくね、乾燥の時期やから。これが水分あるってことだよ。うん、赤いお肌ってね。え、なんか18歳に分けられてたんだよ。やかましいわ。誰が58年なんで60やねん。実際に覚えてる。でも でもサブリミナル効果のようにでもっていうの。よいしょ。でこれ、じゃあ先にね、化粧水を。すごいし、いいね、染み込んでる感じがする。はあ、ね、でもめちゃくちゃ眠たのよ。昨日も早寝思って4時やってね。はい、ってことでね、薬にあと、はちみつも舐めながらね、はちみつを、ちょっと舐めとこうか。あー、もう硬いな。ちょっと、温めとくわ。
ポケ取ったから明日は、ね、温めておいて、後で飲みます。はい。ということで、今日のあっちゃんのソーレータイムこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日は何、なんでこの後とね、逆転やねんけどね、今日は何の人、これ取ってから今日は何の人とかね、この後取りますね。またね、バイバイ。この前買った商品欠陥やってんけど、返品の連絡来へんねん。うん、機材で買ったのに。なんでやねんって感じやね。ほんまに。たまらんわ。Ha ha ha.